どうもこんにちは、松本です。今回は農家の収入を増やす3つの方法という話なんですけれども、まあまあ下水話ですよね。お金とか稼ぎ収入みたいな話になるとちょっと嫌がる方もいらっしゃるので、まああんまりストレートには話しづらいんですけど、そうは言っても今肥料の高騰、燃料高騰、資材高騰でもうその経費が膨らんでいて収入が目減りしてるっていう方すごく多いと思うんですね。まあこういう時期だからこそ、やっぱりその何をすれば収入が増えるのか、どこに手をつけていったらいいのかっていうのは、このある程度目星をつけることができた方が、気持ちが暗くならないというか、一筋の光が見えているとやっぱり前向きに取り組みやすいっていうところはあると思いますので、まあ私の話がその全て解決できるわけでもないですし、参考程度に聞いてもらえればいいんですけども、単純に収入っていうものを漠然とぼやっと見ていると見えない景色っていうのがすごくあって、もっと収入とは何ぞやっていうのを細かく細かく分解していくと見えてくる景色が変わるんですね。例えばこの私メガネしてますけども、メガネを外すとぼやっとしててかなり近視なので何にも見えないですし、このまま運転すると私間違いなく事故るんですけど、これメガネをかけることによって見える景色が全然変わるんですね。これだったら、ちゃんともちろん運転できますし、こう飛んでいるハエもピッとつかめる可能性だってあるわけですよ。これ禁止なので、ぼやっとしてる状態で、これで虫つかむって無理なんですけど、それができるようになるのが、いわゆる、鮮明な状態で、テレビでとか、モニターで言うと、解像度を上げる、はっきりと見えるようにすると、どこに手をつけていいか、何をしたらいいかっていうことが見えてくるようになるんですね。それが結果的に収入が増えるっていうところに実はつながっていて、収入とは何ぞやっていうことを細かく因数分解、まあ因数分解っていうのはちょっと数学の言葉なので因数って何ぞやみたいな話になっちゃうんですけど、収入っていうその言葉をもっと細かく細かく分解して解像度を上げてしっかりと見えるようにしていくと、解決策が見えていくっていう話なんですね。ですので今回はこのあたり、収入とは何ぞやということを分解しながら解像度を上げて解決策を導いていくっていう流れでお伝えしていきたいなと思います。まず収入とは何ぞやっていう話なんですけども、これ商売をする人にとっては当たり前の公式があって、収入、まあ利益って言ったり所得って言ったりして、その法人か個人かによってちょっと表現が変わるんですけど、ここでは一括りに収入って言いますが、収入っていうのは売上から経費を引いたものっていう認識で、まあほぼ大体合ってると思うんですね。まあ商売やってれば当然そうなんですけども、売り上げがあります。お客さんからこれだけのものをもらって、その手元に売り上げが何千万あります、何百万あります。でそれを生み出すためにこれだけの経費を使いました。材料買ったりとか、まあ人を雇ったりとか、その農地のその地代を払ったりとかっていうふうにいろいろと経費を使いました。これを差し引いた残りが収入ですよっていう話ですよね。売上引く経費は収入、利益、単価、所得みたいな話で、この式っていうのはもう本当永遠の方程式みたいなものよね。で、これをもう少し分解して、売上って単純に言っても、これ実は漠然としてるので、ここをもう一回分解します。売上を単価かける数量にするんですよ。物を売る商売の場合は、だいたい単価かける数量で見えるんですけど、1本100円の大根を10万本作って売りましたっていうと、かけることで売上1000万っていう数字出ますよね。だから大根を1本100円のものを100万本売れば1億円になりますよって話で、売上っていうのは単価かける数量で物を売る商売の場合は大体その導き出すことができるんですよ。だからこれを含めて式を考えてみると、利益、つまり収入っていうのは単価かける数量引く経費っていうことで、大体
整理することができるんですね。で、ここから考えなきゃいけないことは、利益を大きくするにはじゃあどうするかっていうと、まず単価を上げるっていうのは一つありますよね。単価を上げると売上が増えるので結果的に収入が増えます。で、数量を増やすことでも売上が上がって結果収入が増えることになりますし、経費を抑えることで売上は変わらなくてもその使ったコストが減るので結果的に収入が増えるっていうことがあって、じゃあ利益を大きくするにはどうしたらいいかっていう話で言うと、この式に当てはめて考えた時には、数量を増やすか単価を上げるか経費を抑えるか、この3つの方法があるっていう話になって、まあこれが結局タイトル、今回のタイトルになってくるんですけども、これ結局はたくさん作るか高く売るか安く作るか、まあ、これだけの話なんですよ。で、ここで大事なのは、いろんな農家さんいらっしゃいますよね。大規模なとこもあれば、小規模なとこもあるし、都市型のところもある、都市型の都市近郊でやってるところもあれば、もうだだっ広く、もう生産しやすい平地でやってるところもありますし、山間地域でやってるような条件不利なところでやってる方もいらっしゃいます。作る品目も本当に米やったり野菜やったり畜産も花もいろいろありますよね。で、それぞれの農家さんによって、やっぱり、その数量を増やす、単価を上げる、経費を抑えるって言っても注目すべきところはそれぞれの農家さんによって違うっていうことをやっぱりちゃんと考えなきゃいけないんですよ。で、すごくざっくり言ってしまうと、数量を増やしやすいのは大規模農業、規模拡大路線に走っている農家、もしくは施設をしっかりと立てて、その小さな面積で回転を上げていく、2作やってたものを3作4作回していくっていう農家さんは数量を増やすっていうところももちろん向いてますし、それができない農家さん、小規模でやってるとことか、まあ条件不利なところでやってる農家さんなんかは、やっぱりその販売まで手掛けて単価を上げるっていうところに注目していかなきゃいけないですし、それもできない、例えば JA に出荷してますっていう場合、やっぱりそのおいそれと規模拡大もできないですよね。やっぱりこれだけの量を作ってくださいっていうところは、その JA との調整によって決まってくる部分ありますから、その数量を増やせない、じゃあ単価上げられるかっていうと、それもなかなかできないということになれば、やっぱり経費を抑えるしかないわけで、まあすごくざっくり言うと JA のその組合員の方はやっぱり経費を抑えるところに注目しなきゃいけないっていう大きな括りがあって、数量、単価、経費、どこに注目するかっていうのはそれぞれの農家さんによってやっぱり変わってくるわけですよ。まあここまで聞いても結局のところ3つのパターンしかないのねって、数量か単価か経費に注目するしかないのねっていうところで今のところ止まってますよね。ただ数量ってもっと細かく分解できますよ、単価ってこういろんなやり方があって単価アップにつながっていきますよとか、経費って言ってももちろんいろんなところありますよね。先ほど言ったように肥料もありますし、農薬もあります、資材もろもろあります、燃料もあります、人件費だってあります、いろいろ注目すべきところありますよって多分想像つくと思うんですけど、こういったことをもっと細かく細かく分解していくと見えてくる景色が変わるんですよ。どこに注目したらいいかっていうところが見えてくるんですね。で、ちょっと お見せしますけれども、これ私がざっくりと作ったもので、まだ全然網羅をしてるわけではないんですけども、利益を、収入を増やすためにはどうしたらいいかっていうのをロジックツリーっていうものを使って分解してみた図なんですけれども、ちょっと全部はお見せできないんですが、ここに書いてある売上っていうのは、まずそもそも数量と単価に分かれますって話先ほどしましたけれども、数量っていうのはその総量と単種にまず分けられるの分かりますかね。規模拡大をすれば、面積を2倍にすれば総量が2倍になるっていうのは単純に想像できると思うんですよ。 10R で10万本取れました、じゃあ 20R にすれば20万本取れますよねっていうのは分かりやすいと思うんですよ。で、一方ハウス栽培なんかをしてると、なかなか
その面積を増やすっていうのもコストがかかってくるので、そっちに注目するっていうよりはやっぱり単種を上げていくところに注目した方がよくて、それは高さを使って、もうオランダ式トマト栽培みたいに高い背の高いハウスを使ってずっとトマトを取り続ける、結果的に10アールあたり50点60トン取れましたみたいな話があったりしますけれども、その面積あたりの単種を増やしていくっていうやり方も結果的に数量を増やすっていうところにつながりますよね。でもう一つ、これは今作るっていう話ですけども、売るっていうところでも結局作ったものをどこに売るかっていうところを考えた時には、やっぱり数量を売るっていうところからの、いや JA だけに依存してちゃダメだよね、自分で営業して他にも契約取ってきて、その例えば契約栽培して販路を開拓していくってことも必要だよねっていうところに行き着くかもしれないですし、まあ直販するとか、その地元のスーパーと直接契約するとかっていうところで営業をかけなきゃいけない可能性も当然あったりとか、まあその新聞、チラシ、雑誌、インターネットを使って広告を打っていくっていうことも検討する人もいらっしゃると思うんですね。でこうやって分解していくと、作ると売るっていうところも含めて数量を上げるにはどうしたらいいか、これを分解すると、総量、単種、そのいわゆる営業というところにまず3つに分かれますよね。でそこからさらに細かく、総量って何なのっていうのは、面積を増やすためには機械化しなきゃいけないっていうところも当然注目しなきゃいけないですし、じゃあそれを機械じゃなくて人を増やすことで実現しようっていう方向もありますし、機械化はそうだけれども先端技術を使って労働力を増やさずに機械で全て解決しちゃおうぜっていう方向もあるわけですよ。だから数量を増やすためにできることっていうのは細かく見ていくといくつもあって、これが全てじゃないですし、これをさらにじゃあ機械化っていうところもさらに分解できたりとか、労働力確保って言ってもいろいろあったりとか、細かく細かく見ていくと本当もっともっと分解されていくんですね。でそうすると、じゃあ今自分が置かれている環境でどれに注目したらいいのかっていうところが見えたりするんですよ。もちろんここだけで見えるわけではないですし、他の分解したところも含めて考えなきゃいけないんですけれども、ただ細かく細かく分解していくと、あ、これだったら取り組める、ここは費用対効果が高いなとか、これをやるとちょっと経費がかかりすぎてコスト的に合わないなっていうところが意外と見えてきたりしますので、一つ一つ分解していくっていうところをやってみると意外と解決策が見えてくることがあるんですね。じゃあせっかくなので単価も少しお見せしたいなと思うんですけど、もちろんこれが全てじゃないです。ここに挙げているのは相場、品質、価値、加工、LTV、そして顧客層、サービスっていう、この辺はちょっと販売とかをやっている方じゃないと馴染みがないような言葉が少し並んでるんですけども、分かりやすいところで言うと相場ですね。単価を上げるために相場に注目するっていうところで言うと、例えば今まで取引してたところと違うところに営業をかけて取引先を変えることで単価が上がるっていう場合ありますよね。でもしくはその市況、卸売市場を通して農産物取引してて、市況を読んで時期をずらすことで他の農家さんが出してない時期に出荷をすることで単価が上がる、取引価格が上がるっていうことも当然ありますよね。そういったところで単価を上げる取り組みっていうのは、まあ昔からやられてますけども、改めて注目するっていう手もやっぱりあるわけですよ。でもう一つ品質で言うと、やっぱり A 品、 B 品、 C 品みたいな規格基準を上げていく、品質を向上することで収品率が上がって結果的に単価が上がるということは売上につながって最終的に収入が増えるというところにつながっていくわけですけども、その規格基準っていうところには他にもジャス認証を取るとかギャップを取ることで
お客さんから認められるっていうところもあったりしますよね。こうやって分解していくともっとたくさんあるんですね。他にもいろいろあるんですけども、ちょっと紹介はできないです今回は。まあ、別の機会でちょっとこれは私が使おうと思って作っているものなので、機会があればご紹介していきたいなと思うんですけれども、他にも経費を下げるためにはどうしたらいいかっていうのも、これ分解すると、まあこれ普通に確定申告というか帳簿つける時の勘定科目をちょっとずらっと並べただけですけども、種苗費、肥料費、飼料とか農薬とか、まあ、農具、機械類ですね、そういうものあれば材料費としていろいろマルチ買ってネット買ってというものありますし、共済とかの掛け金も結局経費になってきますよね。そういうところを見直すっていう手も一つあるわけですよ。で、出荷にかかるその JA とか卸売市場でかかってくる手数料みたいなものも、ここがネックだな、ボトルネックだなと思えば、当然そこにメスを入れて直接取引をするとか中抜きをしていくっていう手法もあって、それが結果的に収入増える場合もありますよね。利益率が変わってくるので、だからそういうところも含めて考えていく、その配送ルートを見直していくということも当然あったりとか、やっぱり経費として一番大きいのは人ですよね。労働コスト、人を雇ってそこにかかる人件費って結構バカにならないところもありますので、そういうところを見直してみるっていうのもやっぱり一つ手ではあるんですよ。こうして分解していくと、やっぱりどこに注目していったらいいかな、どこに無駄があるのかな、どこが一番手をつけやすいのかなっていうところが意外と可視化されるので、今までぼやっとしてたものがはっきりとして見えてくることがあるんですね。もちろんこれだけで見えるとは限らないですし、もっともっと分解していくとさらに解像度が上がるので、それによって解決できる部分が、まあ、出てきたりするんじゃないかなと思うんですよ。ということで、今回農家が収入を上げる3つの方法ということでお伝えしてきましたけども、まずは収入っていう漠然としたものを売上引く経費に分解する。で、売上っていうのも単価かける数量でまず分解できるので、3つの方法としては、単価か数量か経費に注目する、どれかに注目する、もしくは3つに手をつけることで結果的に収入が増えるっていう流れが作れますよって話が、まず一つ大きな枠としてあって、そこからさらにそのぼやっとしたものをもっと解像度を上げていく、つまり項目を細かく分解していくことで見える景色が変わる、どこに注目してどこに手をつけてどこは手をつけないのかっていうことがはっきりと線引きできるようになるっていう話を後半にしました。今回お見せしたロジックツリーについては、ちょっと全部お見せして全部説明する時間はさすがにないですけれども、こういったものをご自身でそれぞれ作ってみると結構面白いですし、それぞれ作っている人、これを作っていく人によって項目っていうのは当然変わってきますので、ご自身でやってみて細かく分解していってみて、もう2段3段どんどんツリーの階層を深くしていくと、本当にそんなところに注目すればよかったんだっていうような解決策が意外と見つかることありますので、ぜひぜひこのロジックツリーっていうものを使ってみてください。これ今回ご紹介したやつは Excel を普通に使ってますので、パソコン使ってる方であればだいたい Excel とか表計算ソフト入ってると思いますから、 Excel の中でこのロジックツリーっていうのはパンとすぐに図表の挿入のところだったと思うんですけども、使えますので、このあたりを使ってみると意外とその可視化するときにもはっきりと見えやすく作れると思いますので、やってみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。